上都は、モンゴル帝国のクビライが、モンゴル高原南部に設けたと。西アイバタの南のドロンノール県中心市街地から、北西へ 28km 離れており、川上流の宣伝河の下半に位置する。上都鎮からは、東北 20km、北京からは北へ 275km。元朝の夏の首都として使われた。1275年に上都を訪問したマルコ・ポーロが東方見聞録に記録したことによりヨーロッパ人にその存在が知られるようになった。西洋ではザナドゥとも呼ばれる。2002年から修復作業が行われ、2012年に遊牧民族と農耕民族の文明の衝突と融合を示す貴重性が認められ、ユネスコの世界遺産に登録された。遺跡元の皇帝に即位する前、クビライは、喫炭や金などの活躍の場となってきた、ドロンノール付近の金峰下下金梅草属の仲間の花が群がって咲くことから金蓮川と呼ばれる草原に、オルドを構えていた。クビライは一貫して金蓮川幕府から南宋征服の指揮を取り、ここで即位して、兄のアリクブ家と帝位を争うことになる。1256年に、竜兵中に命じて金蓮川付近の宣伝河の下半に、王府となる開平府を建設させた。これが上都の始まりである。1279年に、南宋が滅ぶと首都は、南の大都に移され、開平府はなお上都と改められて、バイ都となり、夏永時すなわち夏の間に皇帝が秘書と政務を行う暗宮とされた。上都はほぼ正方形に近い形状をしており、外側から外城、内城、宮城の3つの方形の都城が存在した。また上都の東西には、東料亭と西料亭という狩猟用の暗宮も存在した。内城と宮城は、線対称な配置になっており、後に建設された大都の平面計画に相似しているが、外城は、内城、宮城の中心軸からずれた位置にあり、形も対称ではない。おそらく、竜兵中は、最初に内城と宮城を設計し、後になって大帝国の都にふさわしく拡大する際に外城を増設したと考えられているが、今後の考古学調査の結果が待たれる。現在は、草原の中に、宮城の各宮殿の基壇や、内城の東の城壁の一部などが残っている。外城の城壁は黄土を使った半築のみで築かれ、総延長17里で内城を北と西から囲むような曲がり金形をしており、城門は北に2カ所、西と南に1カ所ずつあった。外城の北の部分はすべて御苑になっておりクリル隊などが開かれた。内城の隣にある外城西南部は寺院や道館や官庁及び市街地となっていた。内城は上都の南東部を占め、長方形をしており、一辺の長さは 1.4km あった。北は御苑、西は外城、東と南は城外となっており、城門の外にも民家や倉庫が建っていた。城壁は半築の表面に切石を組んで補強されており、城門は南北に1カ所ずつ、東西に2カ所ずつあり、門の外側には防御用の亀城が備えられていた。内部には5番目城の通りが走り、南側は官庁街や貴族らの邸宅、北は中央に宮城があり、その両側に、良好華厳寺、建元寺、華厳寺、穴廟の4つの大寺院にアラブ人学者による天文台が作られていた。内城には大きな空き地が多く、貴族たちや将軍たちが大きなゲルを張ることができるようになっていた。宮城は内城中央の南北軸上の北寄りにあり、面積は現在の北京の紫禁城の 40% ほどの大きさであった。南北の長さ620メートル、東西の長さ570メートルの長方形で、半築の表面にレンガを積んだ城壁で囲まれていた。門は東、西、南に各1カ所ずつ設けられていた。南門では皇帝の詔が読み上げられた。御天門前は東西の幅500メートル余り。南北の幅100メートル余りの大きな広場になっており、この広場で内城を貫く東西横街と南北五道が交差していた。南北五道は内城の南門へ一直線に伸びる大路であった。宮城の中には様々な宮殿が建っていた。大安閣、上王決、義天殿、蓮光閣、寿昌堂、永於詣殿、仁春閣、高典殿、清寧殿、楠木邸などがあったとされる。そのうちの大安閣は、近の東京にあった宮殿、広春閣を解体し、その材料を使って建てられた大きな殿閣である。大安閣は、宮城の南北軸上にあり、九比来の皇帝即位時には、宮城に正殿がなかったため正殿代わりに使われた。大安閣では、皇帝が政務や典礼を行い、ユーラシア各国からの使臣が謁見した。上王決は、宮城北部の中央にあり、現在の紫禁城の馬門に似た位置と構造であった。馬門と違い中央に、問答はなかったものの左右に宗決が伸びていた。宮城内部のその他の宮殿は、池などの形に合わせて自由に配置されており、紫禁城のように南北軸に対して対称にはなっておらず、離宮のような色彩を帯びている。元上都の主要な役割は、元朝皇帝の避暑地となることであった。毎年、春分には、皇帝は大都を立って、上都に向かい、秋分になると大都に戻った。その他、新たに徴兵したモンゴル軍が、酷暑のためしばらく上都に移動していたという記載もある。上都の周囲はすべて草原や放牧地であり、食料や物資は、河北からの輸送に完全に依存していた。しかし河北から上、都までの水路はなく、交通や物資輸送は不便で、都市としての発展には制約があった。九比来は主元元年、住民を増やし商業を振興するために免税などの措置で、臣民や商人の上都移住を促進したが、食料不足などが続き、至元30年には城内にいた職人らが多数大都へと移住してしまう。元末期には、黄巾の乱が拡大し、至正18年12月、関先生、波頭、範、砂隆二らの率いる黄巾軍中路軍が一時的に上都を占領し、宮殿や門を焼き払った。元軍は上都を奪還するものの、至正28年7月28日、明朝の軍隊が大都に迫ったため、順帝は大都を放棄し、公費や臣僚を率いて北総した。同年8月15日に、元の宮廷は上都に到着するが、翌1369年6月17日には、上都も民軍に占領され、順帝はさらに東の大政府西南へと逃れた。明朝の洪武2年、上都路は開平府と改名した。洪武4年には開平都し、北平都寺の下に置いた。洪武29年には、北の守りとして開平式市を設置しその下に5個の選鉱所を置き、屯田を行わせている。永楽帝は何度も民軍を率いて、モンゴルへ申請を行い開平に入って、指揮を取った。ただし、永楽元年、永楽帝は開平を独石口へと撤退させており、以後、上都は放棄されて草原へと戻っていった。現在、草原のただ中に残る上都の遺跡は、内満住城と呼ばれている。マルコ・ポーロは、東方見聞録の中で上都について、大理石でできた宮殿があり、建物の内部は皆金で塗られ、鳥獣花木の絵が描かれるなど、工芸や、技術の域を尽くした装飾がなされて見る者の目を楽しませていると書き残している。マルコ・ポーロらによりヨーロッパへ伝えられたきらびやかな大都市、上都の姿はその後のヨーロッパ人の想像力に影響を与えた。見聞録を読んだイギリスの詩人サミュエル・テイラー・コールリッジは1816年にクブラカーン、あるいは夢で見た幻影、断片を書き、この中に、陥落の都、ザナドゥを登場させた。以後、ザナドゥは、この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。マン、ジョン、キューブライカーン、フロム、ザナドゥツースパーパワー、ロンドン、バンタムブックス、pp104-119、ISBN 978055381717888、元朝の上都遺跡が世界文化遺産に認定、遊牧文明と農耕文明の接点示す、中国史。レコードチャイナ、2017年10月29日閲覧。ザナドゥ、バッサリカントリー&グランドバシサムアダド2ユネスコSワールドヘリテッジリストユネスコ2012年7月1日閲覧ありがとうございます。